男なら、宣伝用ポスター男ならは1937年4月に、キングレコードから発売された、軍歌、戦時歌謡。吹き込み歌手は林勲、林伊佐樋口静夫、この絵八郎である。作詞は、西岡水明、作曲は、草笛慶像。山口県萩市とその周辺で歌われている民謡、男ならが、当時マ丸のレコードで、 全国的に有名になっていたが、それに目をつけて、新しく作られた歌である。詩曲ともに民謡、男ならとは全く別のものであり、民謡、男ならが、元歌というわけではない。また、男ならの意味も全く異なり、民謡の場合は、私は女だが、もしも男であったならであり、この歌の場合は、男であるからには、の意味である。 後年、千時色のある歌詞を改編して、和田博史とマヒナスターズが歌い、こちらもヒットした。昭和30年代から40年代初頭までの、リバイバルブームで、例えば、島倉千代子が、新妻鏡をカバーしたり、フランク長井が、君小石をカバーしたりしたが、この歌も同じである。高倉健も、歌詞を一部変更して歌っている。2009年、 サメシマ流星による新たな歌詞をつけた男なら平成説を英二郎クロス合唱団が歌いシングル3つで500円傍郷編のカップリングに収録した2010年6月29日付のレコ直演歌歌謡曲チャート2010年6月30日付の優先調べによる優先リクエストチャートの演歌歌謡曲部門で1位を獲得した 2011年には、西方博之がカバーし、レコ直の着歌ランキング、演歌部門で1位を獲得した。同年には、栗田賢治も、男なら平成説をカバーしている。佐野志郎の主演ドラマ、誰にも言えないのセリフにも歌の一節が使われている。ありがとうございます。